出場でございます。さあそれではお呼びしたいと思います。山口百恵ちゃんです。どうぞ。街の明かりが映し出すあなたの中の見知らぬ人、私は少し遅れながら駆け上ったら今も海が見えるでしょうか。ここは横須賀。
ほら、ピンクレディのね歌をね、二人でねモノマネしてリハーサル中あなぎさのシンドバードこの番組はね、あの注意しなくちゃいけないのはリハーサル中にね、撮ってありますからね、注意してくださいよ。合いませんね、なんか、なるほどね。あれ、これはマイクあ、マイク落ちちゃったね、うんね、すまして歌う、もう一回見るね、これ嫌な、あっあー、マイクでもやっぱり女の子らしくて、あの可愛いですよね、ああいう、んこれは気にするあたり、なんだろうな、ヒロミ、これは覚えてる、爪の先まで、ヒロミがエスコートしてね踊ってくれたのね、これハリウッドスキャンダル、実は急に、うん、これは後でね恨まれますよ、友川さんに、これまたいい雰囲気だった、いい顔してるの、お前ちゃんどんなつもりだったんですか、いやもう恥ずかしくてどうしていいのか分かんなくて、なるほどね、ヒロミがね、私踊れないんですよね、だから困っちゃったハランダリなんかなるほどね、なかなか踊る機会もないからね、こういう時ね、まあ、あのブランカーに映ってるけどね、いいんじゃないですか、されてもいい、なんて言うてるか分からんけど、まあ、三浦桃江になったら山口桃江より女らしい幸せに、私は一人、あなたの帰り待っているのです、幸せになってください、これからもお友達としてよろしく、どうもありがとう、薄紅のコスモスが秋の日の何気ない日だまりに揺れている、この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする、いつまでも可愛い奥さんでいてくださいありがとう、雪解け地下の北の空に向かい
過ぎ去りし日々の夢を叫ぶとき、帰らぬ人たち熱い胸をよぎる。せめて今日から一人きり旅に出る。この時にふと佇み、私は振り返る。遠く旅して歩いた若い日を全て心の決めたままに、愛と涙と微笑みに溢れ、今思えば楽しい思い出よ、君に告げよう、迷わずに行くこと、君の心の決めたら私は。